お客さんいっぱい入ってるし、楽しみだよね。あれ、もしかして先輩、緊張したりしてるわけ？大丈夫だよ。どうせお客さんは台本なんて読んだことないじゃん。多少間違えたって、バレないバレない。ほら、そろそろ始まるよ。行こう、先輩。これより、羽ヶ崎学園、学園演劇を開演いたします。藤壺の君よ。どうか、どうか私と共に来てください。なぜ？先ほど確かめたはずです。私たちの思いは一つだと。あれは偽りだとおっしゃるのですか？関係ない。星のせいにするなんて、そんなのずるいよ。僕はただごめん。先輩、ちょっと役に入りすぎただけ。なんでもないから、出番だから行ってくれ。